はい、どうも、オグです。今日なんですけども、今後のスケジュールを、皆さんに、お伝えしていこうかなと思います。僕今ちょっとチリにもう来てまして、柏のフューチャーズが終わって1周空いて、チリの方に来て、これからフューチャーズ南米遠征が、始まります。まだ決まってない遠征もあるんですけど、まあ、チリ、出て、その後コロンビア2州、メキシコとジャマイカとか、そこら辺もちょっと予定します。まあ、今回久しぶりのクレーコートで、あとはまあ時差ボケもいろいろあるんで、早めに本戦からなんで、試合は水曜日、火曜日か水曜日からなんですけど、その前の木曜日ぐらいに日本を出て、で今回は成田からロサンゼルス行って一泊して、皆さんご存知のディノと、戯れてテニスして Wake up at like 4 Go to the gym Go to the gym and then practice tennis from 6:20 whenever the sun rises、mm-hmm. and then practice for an hour and a half Go eat something, practice tennis some more and then、go back to the gym、yeah. So that's like my daily schedule6 days a week and then one day rest day. I'm taking a break from work. I'm gonna try to see what I can do with tennis. So you look like totally like professional tennis player. Really? I mean, yeah. Well, right now this is what I'm doing. So I show me your muscle. Legs. Oh my gosh. It's not. I mean, it's not all about the muscle, but I need to. Yeah. Also improve, you know, match plans. I'm gonna start playing soon. Yeah. I'm gonna. So yeah. you're planning to play in Tunisia? Yeah, I'm probably gonna go back soon. Okay. I think I'll definitely be better than last time. This time I feel like I have a chance. Yeah. You know, I've been practicing a lot, so. で、UC Irvine っていうアメリカの大学にも行ってる、坂川くんとも練習してもらって、で、まあ、そこで一泊して。そこから次の日ロスからマイアミ5時間ぐらいのフライトで、マイアミからサンティアゴ8時間9時間ぐらいのロングフライトで、木曜日のお昼に出て、ここチリに着いたのは土曜日の朝、となっております。まあ、ちょっと時差ボケもあり、飛行機の中がめちゃくちゃ寒くて、なんか鼻声が今止まんないんですけど、まあ、ちょっとまだ試合までは幸いにも時間があるんで、体調をしっかり戻して、まあ、今回コロンビアの遠征からまたアメリカの拠点にいたコーチが帯同してくれるので、より良い遠征になるんじゃないかなと思います。まあ、日本にいた4週のフューチャーズと、まあ、イベントとかでやっぱりたくさんの方に、応援していただいてるっていうことを本当に改めて実感したので、まあ、こういう海外今回、まあ、日本人、まあ、YouTube 出てもらったレオっていうタイと日本のハーフの子が、今回一緒に出場してるんで、ダブルスも出るんですけど、まあ日本人が少ない環境でいろいろタフなところもありますけど、頑張っていきたいなと思います。いやー、ちょっともう本当に時差ボケ、絶賛時差ボケ中で目が開いてらんないんですけど、昼寝をしてはいけないと、でも気合を入れてここ2日間過ごしてるんですけど、ちょっとそろそろ限界なので、でまあちょっと南米これの動画の後に、前回の遠征のオーストラリアの遠征の動画とかエレッセの動画とか、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃ順番ごちゃごちゃになるんですけど、また遠征、海外遠征の動画どんどん載せていこうと思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、今日はこんな感じで、また南米で3ヶ月ぐらい南米とアメリカと、回っていくので、日本に帰るのはまたちょっと先になってしまうんですけど、まあ、気合い入れて頑張っていきたいなと思いますので、皆さんまた応援よろしくお願いします。はい、こんな感じでありがとうございました。頑張れ。